大平国介は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。大平氏は、佐抜国の国人。藤原秀里の末裔で、藤原氏流、近藤氏族。土佐国七国人の大平氏とは同族。天文七年、太平区に宮尾の子として誕生。永六五年四月土佐川氷広氏を過剰にて、長祖壁元地下に敗れ、香川の家を、 たより、さぬきたどぐん中村に入る。あとに姫里を漁す。永六六年、前通。元気三年、さぬき姫郷和田村寺鹿穴に築城。本城主となる。天正元年、節山、美と小四郎と合戦。金層合戦において、大将として、香川元春、美濃菊上門秀久と共に、金層京に出兵。 金草氏を滅ぼした。天正6年、長祖壁元地下の佐抜信仰で獅子の花城が落城する。天正13年、橋場秀吉の命を受けた佐抜領主、戦国秀久に侍大将として仕える。天正14年、島津市との突撃側の戦いに、佐抜勢,勢として出兵するが敗北。着難国常が、家臣、家事又五郎、合田助十郎と共に討ち死に。 去年18、天正15年頃、城を出て、トネリの下に身を寄せたと伝う。晩年は、新言州を信仰とも伝う。天正19年、泉国姫軍財部新味という、軍書作家が大平家に取材に来る。慶長8年7月4日、高松土の都で、遺留見死去。去年66、自生の区。 岩見方、高津の松の風折りの客手士にかかりけるかな。元那八年三月代、平家とねりさちとが、開古録を残す。さぬき太平子尊家に伝わる、故郷箱に描かれた、家門天正元年、土佐中村不文寺が、長蘇壁氏により焼かれた際、不文寺の僧、月会が国助を死体だより、観音菩薩像を背負い美目里を目指す。国助は、 天正3年4月に大飛国聖関税恩母殺道を混流した。天正5年、孫母と共に上落した木と高松土の戸で遭難の危機に遭う。宇の足裏に着眼したことにより国有はこれ以後、北家行を厚く信仰すると伝わっている。天正6年3月に、新言州の光明山ビル社の味を廃寺とし、5月には北家ケ雲風、山国有事を混流する。 10月には、悲言を境明国寺より迎えている。天正7年、万神宮を建立した。天正8年7月、大飛国関税音演技が完成する。天正9年、国助寺にて、日蓮像入り仏供養を行う。天正10年、雲風、山国有事演技が完成。国助死後の法暦12年5月13日、国助寺15世。 日本学も風、山国有事演技の写しを作成している。大平氏系図によると、阿川氷広市岡城市とあるが、平氏居城として伝わるので不明な点がある。朝倉城との説もある。南海一乱記などでは、前通自陣は、永六元年との記載がある。永六元年には、国助は、土佐川里にいたのであるから年号が合わない。もともと、父国宮は、 香川氏の配下にあり、弟の国久や国衆なども朝や最多にいたので、そのあたりの太平という説もある。原家川県関温寺市と余浜町。尾藤小四郎は、重傷で帰郷、後に怪我が元で死去。落城したことが定説とされるが、国助自根流の同じ都市であり、矛盾があるとも。また、大平屋、都根幸都司会古録によると、栃木川合戦の後、 廃場とも見える。没落を悲しんでの受水自殺と伝わる。現在の香川県観音寺市と与浜町。国助寺書大住職。月栄廃所月開門人。日中廃所。国宮日の母は、三好富学の即女名言。備中神、川の江と泥木上主。ありがとうございます。